層の一層は、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ圏のコミューン、パリ南部郊外に位置し、ウルポワ地方に属する。フランス国道ゼロ地点であるノートルダムとパリから、南西 9.8km にあたる。総は、フランスのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一つである、パリ南部緑地回廊で二分されている。主に住宅地として利用される。また、 1794年に創設されたフェイアンヌ、陶器工場が置かれている。現在の総公園に立つ白荘に、キリスト教の教区があったのは、1203年の法令において証明されている。この時、シャトネの教区から荘は独立したとある。1214年、最初の教会が荘に建てられた。創の土地のいくつかは、フォードとして15世紀まで維持され、 バイユ家がそれらを統一した。ブールラレーヌ及び僧の領主であったジェブル公爵、ルイ・ポティエは、妻がバイユ家の女子相続人であったことから領地を購入し、かつてバイユ家の邸宅があった場所2597年頃、大きな家を建てた。この邸宅は、後の所有者となったジャンバティスト・コルベールによって手が加えられている。 これらの土地に、ルネポティエは1640年に、死の海という名の池を作らせた。1670年から、宋の荘園の領主となったコルベールは、1476年から廃墟のままであった教会を再建した。そして近接する土地を買って、荘園を拡大した。彼は、すでにあった邸宅を拡張させ、アンドレル・ノートル設計のフランス庭園に変えた。 フランス革命そして1793年の国家による財産募集と国有化がなされるまで、宋の荘園はコルベールの子孫から切り離されることはなかった。最後の領主はブルボンパンティエーブルコール・イジャンであった。革命後、コルベールが建てた城は取り壊された。現在の総公園に残る城官は1858年に 第二代トレビーズ公爵が、かつて、コレベールの城があった場所に建てたものである。1793年当時、ソーパンティエーブルと呼ばれていた地名は、ソーリュニテと変えられた。1846年、ソーセンが開業した。ありがとうございます。